このまま花を生きるだけでも楽しくて、そして花を見てるだけでも美しいんですけど、さらにそこに自分の思いを重ねて、いろんな表現ができたり、そういうところがいけばなの楽しいところだなと思います。そうですね、まだ始めたばっかで慣れないところもあるんですけど、やっぱりこの今自分がいけばなをもう楽しいって思った気持ちを、もう次の若い子たちに伝えていけるように頑張って自分でも勉強していこうかなと思っています。でも今回の加点を聞いて、すごいこの企画はいいなと思いまして、やっぱりあの今までのそのいけばな、全く違うこの層の人にアピールできるじゃないですか。この新しいことをやろうとしてるその第一歩で自分が行けさせていただくってことを考えて、なんかいつも最近ワクワクしています。今までいけばなに興味を持ってもらえなかったような人とか、ちょっといけばなは僕は違うかな、私は違うかなと思ってた人にも、あ、なんだこれ面白そうじゃん、僕もやってみたいな、私もやってみたいなって思っていただけるような展覧会にしたいと思います。